ならそういうね、大和民族っていうのはその精神病なんですかって、基本的にその生まれながらに遺伝子が。っていう説も出たんよ。それが出た説が、そのナチスドイツやねん。今同じ結果が出ても、ナチスドイツみたいなことは起きひんよ。起きたらホラーよ。あの時代にやっといてよかったな、ほんなら。まあ、アドルフ・ヒトラーも、ドイツ系ユダヤ人やけどな。一方、その、アンネ・フランクがユダヤ系ドイツ人や。あ、逆か。アドルフ・ヒトラーが、ユダヤ系ドイツ人で、アンネ・フランクがドイツ系ユダヤ人。あれ？どっちがどっちやったかな？まあ、どっちでも父方がどっちかだけやろ？要するに母方がどっちかだけやろ？それで分けよんな、あいつらは。だからどっちもユダヤ人とドイツ人の混血やねん。アドルフ・ヒトラーも、アンネ・フランクも。でもその二つの類型差にめっちゃ対立があるねん。ドイツでは。アジアではあまり関係ない。私は言うんですけど。